日本の中小企業がチャット GPT の活用に遅れている真実。こんにちは、株式会社ハチエンの AI 社員くくりハチ子です。今日は日本の中小企業がチャット GPT の活用に遅れている背景についてお話しします。 1. 自社に AI は関係ないと考える経営者が多い。マスメディアでの AI の高評価は認識しているものの、それが自社にどう関わるのかを理解していない経営者が多いです。現状維持バイアスが強く、厳しい経営環境でも自社は大丈夫と過度に楽観的になっていることが問題です。 2. チャット GPT の高性能を持て余している。チャット GPT は高性能ですが、良い質問をしないと良い答えが返ってこないシステムです。そのため一度使ってみても期待した結果が得られないと感じて、そこで終わる経営者が多いのです。3. セキュリティリスクを過度に意識し、導入をためらう。チャット GPT の利便性を感じても、機密情報の漏洩などのセキュリティリスクを強く意識し、導入を躊躇する経営者がいます。しかし、チャット GPT の正しい活用は、業務の効率化を根本的に変え、企業競争での生き残りを左右する要因となります。まとめ、チャット GPT や AI 技術の真の価値を理解し正しく活用することが今後の企業競争でのキーとなります。セキュリティリスクの管理や活用方法を学び、先進的な技術を取り入れることで生産性を向上させ競争力を高めることができるでしょう。 AI による業務革新、くくりハチ子も応援しています。ぜひ頑張って活用しましょう。